さあオリックスのペナントレースももうめちゃくちゃ終盤に差し掛かってきましたけれども、今ねどんなお気持ちで日々の試合の方を見てますでしょうか。オリックスのぶっちぎった優勝をぜひ、生で見届けたいということで、10月の16日土曜日に、生配信もさせていただくことになっております。お昼のね13時30分1時半から、やる予定にはなっているので、お昼食べながらとかね結構ねだらーっとしながらぜひ見ていただけたらとは思いますね。最近やっぱりこう1位ということもあって非常にこうプレッシャーをかかった中で試合をしてますオリックスですけれどもね、一緒にね視聴者の方とオリックスファンの方とですね、オリックスの試合を見たいと、残り数少ない試合の中で16日のこの時間であればねできそうだなと思ったので、生配信の予定を立てさせていただきました。ぜひともお時間ある方は参加をしてみてください。またですね、配信の中でですね、今週で、ドラフト関連ですね、今年のドラフト関連の動画を更新をしましたけれども、そういった内容もねぜひ皆さんとこうお話をねできればなと思っているので、ぜひともねお時間許す限りね参加をしていただけたらとは思っております。前回のドラフト会議の時はねちょっとこう画面が近々ってしたりとか、僕の声がねちょっとマイクがこう聞こえにくかったりっていうところがあったと思います。絶賛ですね今準備を重ねてですね、クリアによりクリアな声をお届けできればと思っているので、参加の方ねお待ちしております。さて今回の動画の内容はオリックスのドラフトの傾向でございます。今年のねドラフトめちゃくちゃ楽しかったです。僕史上一番楽しかったかもしれないですね。もうこれはもう本当にね皆さんのおかげというか、視聴者の方とね生配信でこう一緒にこうシェアできたっていうところがやっぱり何よりだったと思うので、すごく楽しかったです。当然ね今年はどんな選手を取るのかっていうところが一番注目をしてたんですけど、その次にですねオリックスのドラフト傾向がどういうパターンが増えるのかっていうところですよね。ここはやっぱり考察をしている人間としてはですね、やっぱりすごく気になったポイントでした。はい、なので今年もね新しい傾向っていうのがすごく増えたので、来年以降ですねドラフトの予想っていうか、ね、幅がどんどん広がっていきます。どうしても今年去年ぐらいまではね僕が勝手に決めたこの傾向に自分で自分の首を絞めた形ですね、もう選ぶ選手いないなっていう状態で予想をしていたのでね、予想の幅が広がれば広がるほどですね、あこの選手もいいんじゃないか、この選手もいいんじゃないかっていうね、逆の意味でこういい意味でこう迷うっていうか、逆の意味で選手の選定が難しいっていうところもねなるかなというふうに思うので、来年以降すごく楽しみでございます。今回のテーマはオリックスのドラフトの傾向についてでございます。今年もね新しい傾向、そして引き続き続いた傾向両方がございますので、来年のね予想が非常に楽しみでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。まずはこれまでと同様引き続き続いた傾向からのご紹介となります。大学生であろうと高校生であろうと上位指名3位までの野手は基本的には体格重視されているってところは変わりはありませんでしたよね。身長が180センチ以上80キロ以上ってところはね、ショートとキャッチャーを除くと体格重視ってところは引き続き続いておりました。例えばドラフト2位で指名をされた関西大学の野口智也選手でございます。身長が181センチ体重が83キロとなっておりました。体格も申し分ないですよね。やっぱり上位指名の体格重視っていうところは最近のねトレンドでもやっぱりあると思うので、やっぱりね野球は体格が正義っていう風に言われてますからね。そういった意味で言うと特別なこうポジションショートであったりとかキャッチャーを除くとやっぱり体格重視っていうのはね引き続き、されていたなっていう印象を受けております。そしてもう一つ、高校生は関西、九州、東海地区からの選手が指名をされているっていうところですね。これは上位指名でも下位指名でも変わらずでございます。今年で言うと大阪桐蔭の池田龍馬選手がドラフト5位で指名をされました。ゴリゴリの地元、ゴリゴリの関西ということで、今年もね関西から指名をされたということでございます。やっぱりねオリックス大阪神戸ということもあって、地元っていうとねやっぱり関西は阪神でしょみたいな色がまだまだ強いですからね。割になってもそういうことを言ってる人がまだまだいますから、そういった意味で言うと地元色っていうのをやっぱり出しにくい地域ではあるんですよね。ただ池田龍馬選手に関してはオリックスジュニアなんですよ。これはやっぱりオリックスバファローズでしか成し得ない地元色というかね、成し得ない特徴だったりはすると思うので、こういったねバファローズジュニアの選手がたくさん入ることでファンからもね地元志向というか地元のこのカラーが強い球団っていうのになっていくんじゃないかなというふうに思うので、すごく面白いところにね注目をしているなというふうに思います。これたまたまかもしれないですけれども、僕はすごくいいなと思っております。
続いて変則投手の指名も続きましたよね。今年はドラ1でムクノキ投手を指名しましたけれども、サイド気味の変則の投手ということで、4年連続の変則投手だなということでございますね。変則投手に関しては大学生、そして大学卒社会人とね、体格にそこまでこだわってはいない指名にはなるんですけれども、基本的にはアンダースローの中川隼人投手以外は150キロを超えてくるパワーピッチャー系ということもあって、そういったところからですね、ムクノキ投手は今年も指名されたということでございます。そしてキャッチャーも体格はあんまり関係がないというところもね、続きましたよね。今年は3巡目で福永選手を指名しましたけれども、身長はねそこまで大きくない175センチということもあって、大型捕手というふうにはね、なかなかこう言いにくいような体格ではあるんですけれども、去年の内山選手のようにですね、低身長でも実力のある選手をキャッチャーもしくはショートであれば指名するというところは続きましたよね。その他でも大学生に関しては、左ピッチャーは大学生では指名されなかったっていうところは続きましたし、大学生の右ピッチャーは変則のみっていうところも変わらずでしたね。仮に変則でサイドだったとしても150キロを超えてくるスピードボールを持っている投手が指名をされているっていうところは続きました。今年すごく面白かったのが、今年も関東の大学生は指名されたなっていうね、野手でも投手でもっていうところですけれども、福永選手、そしてドラ4の慶応の渡辺選手と2名を指名されたということもあって、これはもう来年も続くでしょうねと、来年も関東の大学生は指名されるんじゃないかなというふうに思っております。どうしてもね、6大学であったりとか東都とかね、関東の大学生とか関東の大学リーグ、どうしてもレベルが高いので、大学生を欲しているっていうところがね、ポジションとしてあれば、必然的にね、関東とかも選ばれるっていうことがね、割合としては増えてくるのかなとは思います。社会人に関してはやっぱり投手が中心にはなってしまうんですが、変則の投手、そして社会人、大学卒の社会人は下位指名をされている。仮に社会人として指名をされたとしても、体格そして球速っていうのはあまり重要視されていないっていうところはね、今年の6位指名の横山投手と7位指名の荻田投手を見ればわかりますよね。また今年も BC 福島からの選手をね、1名園部選手ですけれども、育成の2位で指名をされたということもあってね、来年以降ももしかしたら BC 福島からの選手の指名っていうのはね、育成であるんじゃないかなとは思っております。一方で新しい傾向も出てきてます。個人的にはこういったところがね、すごく面白かったポイントでしたね。まず一つ目が、初回入札が投手だったということですね。今年の市場、そしてオリックスの課題も考えると、どうしてもね、投手になってしまうのかなっていうふうには分かっていたんですけれども、ここまで3年連続初回の入札は野手だったので、今年はどうなのかなっていうふうに思っていたんですが、蓋を開けてみるとね、投手だったということもあって、来年はね、当然野手だけではなくて、投手の可能性っていうところもね、予想していきたいなとは思ってます。続いて上位で東北地域の選手を指名したということでございます。ここめちゃくちゃ個人的に面白かったですね。というのも、先ほどの話の通り、これまでの上位の指名っていうのは大学生であれば関東、高校生は東海、九州、関西地区の選手がほとんどでした。なのでムクノキ投手はね、東北ブロックですから、そういった理由もあってですね、今年は予想には入れなかったんですよね。なので、ここ今年の新しい傾向として、東北の選手も大学生でありながら入ってくるということも、来年のね、予想の幅としては広がっていきますよね。ちなみに下位で指名されている社会人の投手の中には、割とですね、東北地域の高校を卒業している選手がいたりもするので、割とこう下位の社会人とかでは東北にこうゆかりのある選手っていうのは多いっていうのもね、今年のドラフトから分かりましたよね。続いて関西大学の選手を初めて指名したですね。これまでは大学生の指名っていうのは、過去に指名をした経験のある大学からしかこう指名をされてなかったんですよね。ただ今年はドラ2で野口選手を指名をしました。野口選手は関西大学出身でございます。オリックスジュニアっていうところが割とこう大きな影響があったんじゃないかなとは思っていますので、なんかね、これを機に新しい大学を指名するのかっていうところは今のところは思っていなくてですね、バファローズジュニアがいれば大学はね、指名歴関係なく指名するのかなとは思ってます。あとは上位に高校生が指名されなかったっていうところですよね。いくら即戦力ドラフトって言っても、高校生は1人ぐらい指名されるんじゃないかなとは思っていたんですけど、上3人は全員大学生ということもあって、これまでね、高校生中心のドラフトがやっぱり多かったですから、そこは新しいなというふうに思ってます。
育成指名で高校生がなかった、そして独立リーガーと大学生の野手が上位で育成で指名をされたっていうところは初めてですよね。ここもね、育成の数が少ないっていうところはめちゃくちゃ僕驚きまして、まあ、どういう意図があったのかっていうのをね、ぜひ知りたいものですけれども、ここはね、ちょっと本当に新しいというか驚きでございました。まとめると毎年6人は指名しようとしてるのかなとは思ってます。まあ、18年もね、中川圭太選手も牧田さんのご了承がなければっていうところもありますし、19年はね、5位指名でしたけれども、20年も6人指名されてます。今年はね、思いのほか5位で池田選手が残っていたので指名したみたいなことを GM が言ってましたけど、仮に池田選手残っていなかったら、まあ、繰り上げて横山投手5位、6位で荻田投手で終わってたのかなとか、意外とこう野手で評価してた選手が他にいたのかなとか、その辺はちょっと知りたいなと思ってます。あとは3年は高校生中心を続けて、4年目に即戦力っていうのはなんかこうパターンかというか、そういう感じで4年スパンでドラフトを考えているのかなとちょっと思ってしまうので、この辺はね、まあ来年以降予想するときにも入れてみようかなとは思ってます。あとはね、下位、まあ、4位以降は基本的には体格はあんまりこう関係ないんだなっていうのは池田選手であったりとか渡辺選手を見て思ったので、上位は体格重視、下位はあんまりそこは関係ないっていうところはね、ちょっと見ていこうかなと。それよりかは下位は、まあ、補強というか穴を埋めるっていうところの要素が強いのかなと思ってます。ぜひとも今日の内容に関連した動画は概要欄の方にリンクを貼っております。まだね、見てないなという方がいましたら、お時間ある時にでもチェックをしてみてください。いかがでしょうか。今日の内容はオリックスの新しい傾向、そして引き続き続いた傾向についてお話をいたしました。僕はですね、こういったところにこう着目をしながら毎年ドラフトの予想をしております。ぜひともですね、皆さんが気づいた点とか、あ、こういったところあったんだとか、いろいろね、そういったところ思うことたくさんあると思うので、コメント欄の方でコメントお待ちしております。ちなみに次回の更新は日ハム戦を一緒に見ませんかでございます。ぜひともお楽しみください。それでは本日の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録お待ちしております。